こう行きましょう。まあクソ楽なマップということで、まあバーサーカーこいつは、攻撃39必殺18。なるほど、命中101だと。これなかなか出すな。一旦これかオロチかなんかで、違う夏じゃない、違う防刃で行ってみてってどこかな。これちょ待って、階段、あそっか、あここは大丈夫なんだよな、ここは大丈夫だと。一旦オロチで行ってで、ちょっと攻撃してみると、あ大丈夫ですねと。はい、お疲れさんでしたと。OK。大丈夫でしたねと。で、ここ2マスとかは大丈夫だから、行っちゃうと。あれ？あ、そうか、オロチがいるのか。この野郎と。まあ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 。まあもういいっすか。OK。あと誰？こうやって動くの誰よ。牽制強いな。でも攻撃力22ですよ。そんなに強くない。ひなたあげちゃおう。ちょっとひなたあげたいから、ひなた入ります。ひなたっていうか、入って、一旦戻って、さくらあたりが行っといてあげればいいのかな？もしかして。で、OK か。OK でもねえのか。まあ、すげえ取り囲んで。これ敵衝撃波で終わるのか。じゃあ全滅か。来るかね。攻撃力22、必殺5。22、必殺5、まあ大丈夫でしょう。侍だけど、相手牽制だけど、武器鋼でしょ。まあこっち逆に鉄の剣とかでもいいし、これでして応援してあげれば完璧じゃぞと。よし、これでいこう。タクちゃん行ってあげるか。行ってあげて離れる。行ってあげて離れる。これ結構いいね。夕霧さんも行ってこっち行けちゃうと。で、刹那も行けると。龍馬さんたちとちょっと遅れていくっていうね。この最強布陣。北前よと。かわす。ナイスですね。さすがに、牽制にスピードはかなわないですけれども。あ、でも一撃入れたのすごいね、今の。一撃入れたんだ、すごいわ。鉄で。まあ、一撃入れればレベルが上がる。よーし。OK。力がみなぎってくるぜと。とどめは誰よ。本当はおぼ、まあ、たくさんか。まあ、たくさんでいきましょうかね。じゃあ、せっかくなんで。39、やば。いい側数、ナイス。もうナイスって言っちゃってるからね。サイゾー、あ、そっか。誰おんの。刹那か。ま、ちょっと当ててみますか。いや、素早いな、牽制。いや、倒すかい。40% 切りで倒すって。よし。まああとはもうね、お創生がいる。ただ
弱い。スレンドスピア、まあ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 。どうしましょう。でもこれ桜で行っちゃってもよ、あー、デュアルか。なるほどね。なかなかやるやんけと。デュアル結構やっぱやらしいよねこれね。あ、そうか、離れてるからデュアルができないってことか。スレンドスピア、いや、デュアルできんだろ。え、なんでなんでなんでこれさ、デュアルあんのに再造はないの。まあいっか。あ、す、うん、まあいっか。いっといてみる。うわ、あれ、まあまあいい、まあいいっすわ、まあいいっすわと。次倒しちゃうか。人交換下ろす。まあどうなるかわかんねえけど、次のターン終了ですね。これもう終了しちゃいますわよと。これ一番早いんじゃない今までで。これ今までで一番早いマップじゃない。まあ2回にはもう分かれてるけれども、おぼろで硬、あー、まあでも硬い言ってもそこまで硬くない。悲しいパターン。爆炎20、あ、針で倒しちゃうと。なんかいい感じで決まんねえかな。19、いくつ与えられるの。いや、これもひなたがここ行っちゃって、ちょっと待って、ひなたの23じゃ全く効かんってことか。風花が交換しましょうよ。アーマーキラーを装備させてあげればいいんじゃない。いやー、それでも強えな。16、26か。26だから22与えればいいの。これで大丈夫か。19だから大丈夫ね。お、試練の終わりは近い。私たち等の番人を倒せば賢者への扉が開かれるだろう。いや、もう結構倒してんのよ。くっ、まあ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 、そのダメージは、そのダメージは想定内。まあちょっとビビったけど。これでおぼろで倒せるべと。スレンドスピアのさ、攻撃がなんか出てこないのが気になるんだよね。まあ守備高いから。うわぁ、倒した。見事だ。そなたらこそ5番目の勇者にふさわしい。あ、そうね、これ多分みんなマークスとかさ、一人で上がったんだもんね、多分。こんだけ味方いりゃ、ね、こんだけ味方いれば、そりゃ余裕ですよと。そりゃ余裕ですよね、っていう。ついに最上階にたどり着きましたね。この扉にの向こうに虹の賢者が、さっきのおじいさん、絶対。油断は禁物だ。もしかしたらまだ罠があるかもしれん。わかりました。なんだか緊張してきました。よし。じゃあ開けますよ。ドキドキ。1、2のって言うんか。ちょっとかわいいな。ちょっとかわいい。3。ど、お、あ、ここに。ああ、来た。ほら、絶対そうだと思ったわ、じいさん。よく帰ってきたの、お前さんたちと。どうしてここに。だって私たちはあの山を登って塔の最上階にたどり着いて、全部幻ってことがこのじいさんがかけた。何も不思議に思うことはあるまい。塔の最上階の扉は最初から
このジジイのいる場所に繋がっておったのじゃほらな。言ってたわこれな。まさか。それじゃ虹の賢者というのは。いかにも。虹の賢者とはこのわしのことじゃ。試練を乗り越えよくここまでたどり着いた。お前さんたちこそ5番目の勇者じゃ。私たちが5番目の。3番目がマジ気になるな。それでは私たちにも力を与えていただけるんですよね。いや与えないんだなこれがなみたいな。ね、戻ってきたこと自体がってことな。はい。マークス王子はあなたと出会い何かを手に入れることで暗夜最強の騎士になったと聞きました。ですから虹の賢者にお会いすれば何か特別な力が手に入るのだと。特別な力の、その力はわざわざわしが与えずともあの数々の試練を乗り越えたお前さんたちのものになっておる。試練に挑む前と比べて体が軽くなっておるのを感じんか。そういえばそうじゃろうそうじゃろう。あの試練で身についた実力こそここで得られる力なのじゃよ。ありがとうございます。納得する。虹の賢者様納得が早い。いや、わしは何もしとらんよ。それよりカムイ、お前さんは神の神道ヤトの神を継ぐものじゃな。え、どうしてそのことを。それに私の名前も。わしには何でもわかるのじゃよ。お前さんたちが今まで何をしてきたか、そしてどこに向かうのかもな。わしは伝えねばならぬ。神道を継ぐ者カムイは真の平和のために炎の紋章の謎を解き明かす運命にあると。ついにいきなり出てきた炎の紋章、取ってつけたかのような登場の仕方。炎の紋章、あーそう、あ、一回出てきましたか。もうすっかり忘れてたら、フーガ、ハゲのおっさん、このヨトの神は炎の紋章をつなぐ鍵となると。よいか。炎の紋章に至る第一の道しるべをわしが示そう。風神球を継ぎし白夜の勇者よ。タクちゃんですね。僕のことですか。その風神球を掲げるがよい。風神球を継ぎし者、ヨトの神を継ぎし者よ。互いを見互いを思うのじゃ。その思いこそが炎の紋章を動かす。だか武器を合わせるみたいな感じ。おお。我は神道を期待し者。いや、そこ読んだなら最後まで読んでよ。金碑を置かせし者、金碑、金字、金碑を置かせし者、五色を紡ぎし者、我が名に答えよ炎の紋章よ。おっと、これはヨトの神。あ、別の形に、これは、あ、別の形になったの。これなるはヨトの神。何よ、空、空や。静かにして穏やかなる夜を導くもの。ヨトの神の新たなる姿じゃ。はい。不思議な力を感じます。これが炎の紋章。いや、これはまだ道半ば、真の炎の紋章の姿ではない。じゃがいずれそこに至るであろう。いずれな。わしが言えるのはここまでじゃ。さ、先を急いでおるのじゃろう。早く暗夜王国の森へ戻るがよい。暗夜軍はお前さんたちを探して南に移動しておる。今なら楽に北側に入り込めるじゃろうって。本当ですか。ああと、お、クーヤだわ。まあ、そう、雷神島とかは関係ないの。雷風神とかさ、雷神とかさあるじゃん。あなたにお会いできたことを誇りに思います。そう言ってもらえると嬉しいの。わしもこの身が果てる前にお前さんたちと会えたことはこの人生にとって数少ない幸運じゃったよ。
きっとまたお会いしましょうね、虹の賢者様。お、賢者様？お、そうじゃな、いつかきっと会おう。さよなら、カムイ。さよなら。賢者なんかあるな、なんかあるな。ありがとう。え、どうか、え、父ちゃん？カムイの父ちゃん？神の時代より生き続ける我の命はもう残り少ない。もう二度とお主らと会うことはかなわんが、いつか平和になった世界を遠い場所から見守っているぞ。虹の賢者。虹の賢者。まあまあまあ、ちょっとようわからんですけれども。もうね、そう、話して実況とかしてるとね、頭が全然ちょっとね、回んなくなってきちゃうんですよね。とりあえず9時引くと。もう結構1日経ってないけど、1日経ってる体になってるね。また外れだと。外れで桃もらえるんだったら、ものすごいよ。ものすごい桃。空いた時間って何をして過ごしているんですか？わちゃるな、わちゃってるな。刀の稽古です。仲良くなった。そういうこともある。まあでもあとはこのなんかリリス、これはもう日課になっちゃってますね。まあパクパク食うと。そんな感じで次回も、で次でも20章でしょ。20章も後半中の後半ですよと。マークス、いや多分レオン、マークス、カミラ、あとあのエリーゼでしたっけがいるマップとかになってくるでしょう。ずっと言ってるけど、そんな感じになってくるでしょう。オッケー、じゃあ次回ですね。道具とかさ、防具なんかいい。そう、マスター、あ、マスタープルーフ使うか。来てくれたの。特に新しいのとかはまあないと、またそんなにないんですよね。実は最初はさ、この見慣れない刀とかだったけれども、今見るともうなんとなく分かるのがいいね。と、ほうほうほうという感じで、ここはよく分かんない。ねうしとら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬい、とか。またマスタープルーフを使ってこう、まあ、おぼろ。ぜ、あ、違う、これめんどくせえやつだよ。すげえめんどくせえよ、これ。まあいいや。鉄、鋼、ビーストキラー、聖堂って持ってたんだっけ。あ、でも陣雷手に入ったからもらっちゃいましょう。でも聖堂も傷薬か、多分持ってたの。そうね。でここでマスタープルフ使いましょう。あー、創生なんだ。でバサラな。いや、まあ創生でいいでしょう。安定した能力。そうね。いや、こっちの方がいいのかな。でもオロチと一緒でしょ、名前が似てんだよ。オボロとオロチ、3文字でオとロが入ってるっていう。まあでも創生で攻撃力が上がるし速さも上がる。いやでもこっちの方が優秀か。あ、でも魔力がそんなに高くないから、まあこっちにしましょう。多分覚えるスキルとかも違うんでしょ、レベルが上がった時に。で陣雷、雷神のやつ持ってるからね、間接攻撃もできるから一応。おしゃれでしょ。おお、おしゃれ、おしゃれ、お調子、いこいこ。でひなたが多分剣聖と侍だからね。じゃあひなたを逆にこのこっちにするか。牽制はいすぎだから、逆にこっちにしてあげてもいいんだよね。ただ使えるのがさ、すげえ少ねえんだよ。聖堂しか使えないんだよ。だったらこっちでいいわ。だったら牽制だわ。牽制多すぎ問題。
いや、龍馬が牽制、そこなんだよな。まあまあまあ、言っちゃいいか。そんな素早くないしね、言って。防御が高い。防御が高い牽制。よし、これで OK だと。ちょっとアーマーキラー交換しましょうよ。ちょっと奪っちゃったから。こうか。こうでしたっけ。で、OK ですよと。椿が意外にちょっと伸びてない。あ、そっか。ずっと火の花にさっき入ってたからか。あと椿ね。OK、了解。椿とタクちゃんね。預けて、もう持たせちゃいましょう。今使いそうになっちゃいましたけどね。椿ももういけるでしょう。次手あり守り、まあ、鋼をとりあえず一旦預けちゃって持っときましょうと。まあそうそう、杖使えるんだよな、カムイもな。なかなかいいと。注意。よし、オッケーかな。よし、そんな感じで、次回辞書を続けていきたいと思います。最後までありがとうございました。テッシーでした。失礼します。